なっております、はい、準備中です。小物道のちょっと番号わかんないけど13、小物道13、6月8日令和最初の、まあ、配信は始まってっかしら。あ、いてるね。はい、なんかぬるぽが、そう、ぬるぽがはいるけど団長がいない。団長誰だ。あ、寝返るくん、あ、本当教授は応援団いないの。ちょ、教授応援団横につかなくていいの。あ、ワニ系もけん、これは、じゃあ30分スタートの予定なので、オッケー、じゃあもういきなりですけど始めちゃいましょう。はい、それではコンピューター竜殺しちゃダメだからね。コンピューター竜は殺さないで、いいよ、スタートボタン押してください。じゃあ始めましょうか。はい、録画も開始したので始めていきましょう。小物道13、 1P 側教授ダルシム、 2P 側ハクキャミ、チューブのクソツイート製造機、はい、教授ダルシム VS、関東の若手キャミ使いハク、そうですね、急上昇中ですからね。今日は、解説トレピーと、はい、いうことでよろしくお願いします。これもう始まってますからね。はい、うん、これです。はい、さっき、まあ、二階堂さんには言ったんですけど、はい、対応するのはキャミ側なんで。対応するのがキャミ側。はい、それはどういう理由で。ダルシムの方が動きにバリエーションがありすぎて、はい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 、対応し、ま、絞りきれないんで、押し付けだけだと対応しきれないんで。あ、なるほど。キャミの動きに対してどういう動きで暴れてきたり対応してきたりするのが、もうダルシムの方が圧倒的にバリエーションがあるんで。あ、はい、それを一個一個絞ってからじゃないと戦えないと、やっぱいいのは取れない。今見てる感じキャミが押し付けてるように見えるんですけども、ですけどこうなると、ああ、もう今のもね先に飛んどいてるけど、はい、難しい、飛んでよけて、大これはいいですね、修行の成果が出てますね。ここ難しいですよ。これはキャミがむずいですね。そうですね、はい、ちょっと怪しかったけどね。あ、でもシューパンチだったらダメだったよ。いや、斜めジャンプはいけるでしょう。まあ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 、垂直はダメですけどね。マジ斜めでも当たったと思うけどな、うん、そこはちょっと、あ、あそこね、あそこね、教授ね暴れるんだよね。あー、あーっと、コンボ入って1本目さあ取りましたね。さあ、さあ、さあ、戦貴重な貴重な一勝目ですね。あ、なんかここで変えられるんだ。いや、さあ、ハクが1、教授が0、2試合目、今日はリューステージ固定でございます。さあ、うーん、さあ、逃れられない。ここで削るパーフェクト。やっぱね、フーリガンでハマるときついっすね。そうですね、歩いてキャノンが先ほどからかなりうまく機能してますので。まあそうなんですよね。あれに対して正解はもうガードになっちゃうんですか。あの後ろ下がりがダルシムすごい強いんで。ほう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 、はい、まあ理由はスパイラルが立ちガードできることなんですけど。あ、なるほどなるほど、はい、そうですね、見える前で対応がしやすくなるということですね。もうずっと下がってでいいです。なるほどなるほどなるほど。あー、ビオル死ぬ気の中キック。そうですね、あれ読まれるとオアですね。何が来るんですか、はい、いや、まあ、キャノンでもアローでもいいんですけど。あ、なるほど。さあ、大パン、うーん、バックジャンプ大パンできるところだった、間に合わない。
はあ、なるほど。思って、きつい。まあこっからですね。うん。垂直ジャンプ中盤が強い。殺しきれない。こっからどうするかな。踏まない。ああ。ちょっとね。あれ出すんですね。インフェルのありで怖かったんですけどね。はい。さあ。まあいかにねダルシムがどういう暴れ方してくるかとか、うんうん、見ておくと、あとはそれに合わせてキャノンを打つか投げるかするだけなんでだけ、まあ、シンプルですよね。なんで教授はここから暴れ方を変えられるかとかそういうことはありますね。そう、さあハクが2連勝。まあここからですね、まだまだ分かんないですよ。はい、小物道今までやってますけども、あ、3連勝からまくられる展開とか多いんで、手出すか。あ、これはハクの方が思い切りがいい。教授はまだ迷っている。歩き投げ、まあ、今のね、今の垂直ジャンプに対してついバックジャンプしちゃってるあたりはね、はい、やっぱちょっと迷いが迷いがいますよね。あ、さあ全部通り始めた。めくりが入ってピュアレすーえ。なんかね、教授はねめくりをなんかしゃがんで透かそうとしてるんですね。ショースライディングとかで、それは頭あたりから来る飛び込み、重なってない飛び込みには結構使えるっぽいんですけど、はい、まあ、さっきみたいに肩狙いに来てると、うんうん、しゃがむ前に食らっちゃってるんで、埋まってればしゃがめないですからね。そうですね、っていうのがあるので、まあ、そのあたりかなという感じはありますね。さあ白3連勝、今度は開幕歩き投げ、そして C ね、2ラウンド連続のパーフェクト。まあ、ここだけの話、ファジーガードすると結構ガードできる感じのめくりですね。裏表、はい、表裏ってガガってやると、あ、表裏、まあ、割とガードできますね。ちなみに、なるほど。さあここではね、いいペースなんで大事にしたいですね。うん、本当遠距離をそうですね、いかにキープするか。あー、手出しちゃった。 Who's playing? 教授とハクって書いてあるよ。うん、うわ、投げ返す、投げ返す、頑張り、ファイヤー打つ、ファイヤー打つべき、ファイヤー、あー、引っかかった、めくり弱い、あー、刻んで投げる、まあ、これは圧倒してますね。手出したところにアロー刺さっちゃってますよね、ドンピシャで。ということはあそこはファイヤーだったらもっとマシになるんですかね。もしくはアロー見てからバックジャンプ、はい、強ドリル中パンってやると繋がってピオリーチなんで。あー、なるほど。地上でしゃがみぐらいしてるんで、はい、しゃがみ中パンまで繋がって、なるほど、その後はピオリーチです。ピオリーチでタッチキック、ちょっと遅らせて大パン置くと食らってピオります。なるほど、なるほど、はい、でもう読めてるならもうそれぐらいはするべき。うーん、まあ見てからでもできるんで頑張れば。うまいですね、あれは。技強いですよね、100点満点。さあ、そう、ね、埋めたいところに頑張り、キャノン、いやー、今の頭突きなので、そう、体力負けてるんで頭突きしたかったですよね。はい、気持ちはわかる、頭見えてましたね。はい、これがねスパイラルが強い。スパイラルが一番機能する組み合わせかもしれないですね。そうですね、ガード、よくガードした。おっと、いろんな技を使っていく。一瞬こいてバックジャンプすると落とされて、ツーアッツーアッツー、なんと5連勝。ちょっと時間が置くのもありだよ。ルールには別に書いてないですからね、うん、書いてないですよ。さあ、まあ、手の出し方がね、まあ、割と全部噛み合っちゃってるんで、うん、ここからずらしていくのもありかなと。間違いない、はい、さあ、マッツンさんから応援が入ってます。どっちも頑張れ。結構近寄ってくるんで、まあ、怖いんで手出しちゃうんですけど、別に近寄ってきてもヒューリガン食らわなきゃ死なないんで。スパイラルも死ぬで。だからスパイラルは手出さなきゃ食らわないんで。あー、はい、ヒューリガンだけを張っていく。そうです。
歩き投げはしょうがない。あー、ね、反応が、いやここむずいんだよね。いやーきつい。まあいいですね、削って、あー垂直ジャンプには正解は何でしょう。まあ一番むずいけど着地の隙に大キックですね。立ち強キックを頭に当てる、はい、はい、頭突き、えらい、さっき失敗したけど、そうですね、果敢になりましたね。あ、あれ落ちるんですね。落ちます落ちます。あの本田と一緒なんで本質は。あ、本質は、はい、痩せてる本田だった。はい、本田と一緒なのでスラスト対空もできます。はいはい、スラスト対空見たいですね。はい、あれ相当やばい技ですからね。相当強いですよ。はい、おようやくね、あのダルシムの形になりましたよね。落ち着きを取り戻しましたね。はい、ジャクファイヤーからバックジャンプ、はい、これですね。なるほど。うん、おっと、大パン、悪くない。さあ今日で取り戻したい、ここは取り戻したい。気合が入りすぎなければいいが、端っこを大事にしたい。歩いてガードしてきても無視、とりあえずフレーム、うん、わーっといいファイヤー、これ覚えた、強いですかね。おーい、中キック、やっと取れた。教授が21、一本取りましたね。まあちょっと変えてきましたよね。ちょっと変えましたね。そうですね、ちょっとだけね。ファイヤー、あのファイヤーが2割ぐらい増えたんで、その2割で当たってましたね。はい、あ、小江門の書いてる猶予に触れてるのはキャノンの着地に頭突きの話ですかね。さ、開幕ドリル、ドリルもなかなか強い行動なんですけど、いや、本当強い、本当強い。だって張ってねえと返せないもん。うん、表いいですね。引き中パンの方が強い、空間対策。いや、なんかね、引き中パン吸われる説あるんですけど、吸われる説がある。あ、ちゃんと調べてはない。うん、まあ、本当に見えてるんだったら今の大スラ、大アローではなかったはず。なるほど、あと一発、これは怖い。ここはね、ファイヤー打つべきだと思いますけどね。おーい、大パン、ラッキョーパン、なんかほう、まあ、今ちょっと教授が前に歩いたんで、はいはいはい、すかすつもりでいたけど食らいましたね。あ、タチコパンチの外から、はい、そうですね、そういうつもりだったんですね。さあ歩きで画面走っちゃう。まあ、教授は技術よりも、はい、まあ、メンタル面をみんなにね危惧されているんでまあここから、ああ、やっぱしゃがみで透かそうとして、そうしてるんですけど、あんまり有効じゃないと思うんだよな。なるほどね。さあ投げた、しっかり投げた。さあ強パン投げでかいですね。さあマッツンさんからもアドバイス来てますね。あっと今のポイントはね、どういうところでフーリガンばらまいてくるかとかも、はい、見といた方がいいですね。まあ確かに確かに、さすがにね、意識してないと見ても押せないんで。ちょっと早いとはいえね。そう、うまい。おっと今のテレポ、あっよー、歩いたが、あら、キャノンがアローになってしまった。あるある、大パン大パン。さあきついよ。さあ教授ペース、タッチコキック、今度は相打ちロッケ21。さあ両者とも応援団がすごいですね。今日は近い、応援しているのか、近いぞ。お、竹鼻さんまで見てくれてる。あー、開幕、開幕が、まあ、ファイヤーは、あー、今みたいのを結構狙ってるっぽいんですよね。あれ順方向と逆方向で差があったりしますかね。いや、どうなんだろう。ありかも、あるかも。うわー、出た。あー、ブラッキーネイル。反応したいんだけどね。遠距離からのいきなりフーリガンは、まあ、あの伸ばした手とかに噛み合うと吸われちゃうんでね、そういうのを狙ってるんですけど、うわー、それ違う、ボタンが違う、ボタンが違う、ボタンが違う。強取りだったら、 だったらね、死んでたね。あ、開幕フーリガンもう一回通す、死んだ。あ、死なない、中断上り中パン使ってもまだ来る。はい、左白取って2対6。まあ
まあ、ツンさんも書いてるんですけど、キャミーの垂直ジャンプに大キック相打ちしてれば結構ダメージ負けしないんで、なるほど、やってもいいかなっていうのは感じますね。で、大キックをしてるとそのうちジャンプ垂直大キックとかに変えてきて、ほうほうほう、するとダメージ負けしちゃうんですよね。あ、逆66ね、はい。表示は今2です。表示は2ですね。さあ、ピックも応援してるぞ。キャミーの垂直ジャンプをとがめろと。全部とがめるとね、それはそれであれなんですけど、要所要所でね、要所要所で。ああ、そのジャンプ強キックフーリガンがさっきから通ってますね。通るね。あー、ボタン押しちゃった。しゃがみぐらいは、先ほどから言ってるように重なってると、そうですね、繋がってオアです。あの、まあ、ジャンプ強キックからのフーリガンを食らってる理由を、まあ、多分喋ると、はい、あのさっきからあのジャンプキック食らった後にバックジャンプドリルとかをしてしのいでたんですよ、最初は。はいはいはい、でそれに対してキャノンとか暴れ防止を置くようになったんで、あ、押せねえなってなって食らっちゃってます。なるほどね、はい、そういうことか。対応の対応で、そうですね、もっと痛いものを食らってると。投げて、うん、今のもね、あ、いい刻みですね。卓球キック表示が多分あのコパンからの連携はあの画面見ないでとりあえず押すか押さないかの二択にしてるっぽいんで。あー、なるほど、はい、そうなるとあのパチンコになりますね。パチンコね、あのスト2ではなくなる、はい、パチンコになると火力で爆きますからね。そう、パチンコだと期待値がねキャミーの方が上なんで。さあ、鬼ドリルからの、わー、うわー、どうした。投げ返しに対して、コパンがね下段なんで。ああ、なるほど、はい、で投げ返しに対してコパン食らっちゃって、食らった後にで投げ返してるのを食らって、さらにフーリガンが来たところを返せる人間っていうのはいないので、いない、ね、あの有効だと思います。現在のところ7対2ですね。はい、2対7。さあ、教授勝てばカプコンファイティングオールスターズが発売するんだが、いつ、いや、しますよ、勝てば。本当に、本当。さあ、10年間発売中止だったけど、温めてきたからね。温めてきたか。カプコンファイティングオールスターズにはホンダも出るぞ。あった。本当かな。本当かな。開幕、お、バンガクさんも来た。開幕中キックはいいのか。危ねえ、まあそこをいきなり大キック、スパイラルってあんまなくない。あるある、ある。もうだってキャミー3択ですよ、開幕やること。あー、アロー打つ、アロー、フーリガン、キャノン、キャノン、どれかの必殺技出すだけ。3分の1。そう、さあ、いいファイヤーモードだ。さあ、これはこのファイヤー取りたいですね。大事にしたいね。相打ちで終わりなんだけど、タッチパンチ、あの技も強い。さあ、教授が今度は 2-0 で勝つ。教授が 2-0 で勝つのは初めてですね。まあ、今のはしっかりね、噛み合って、ダルシム側の安定行動はまあ、下がりもしくは、はい、ちょ、あの、しゃがみコパン、しゃがみコパン、はい、短いやつ、しゃがみコパン振ると、アローが潰れます。強い、はい。さっきブラッティネイルでも勝ったね。そう、アローが潰れるし、で、コパン使っちゃったなって言ったところにフーリガン来ても、はい、コパン間に合います。なるほど、なるほど、フーリガン短いですからね。あー、抜ける、キャンセルファイヤーにはね、あれが、うん、多分あの中キック、中スラストキャンセルだったんでね、はい、入っちゃいましたけど、うん、僕、ちょっとさっきノジアやってて分かったのが、はい、開幕、膝はまあまあ強いですね。膝の後、チョップで開幕最速フーリガン帰りましたでしょ。そうなんですよ、強いっすね、あれいうの。あーっ と下段が出ていた。おーっと、あんのかねえな。いや、あるある、ありますよ。あー、ね、スパイラルもりっときた。垂直できてればね、返せましたね。いや、でもそこの垂直は強キャノンで終わりだからね。読み合いですね。これで
8対3。まあここからですね。さあ教授、ちょっとね、脳が働いてない動きを結構してるんで脳が働いてない、もう完全に手癖で動いてるところが結構7割ぐらいになってきてるんで、なんとかね、わざわざ脳を使ってゲームをしたい。あー、いや常に攻めてますからね、ハズキャミが、はい、もうこうなったらフーリガンだけ、フーリガンじゃない方法で死ぬとか、それぐらいの割り切りは必要ですね。あー、なるほど。フーリガン以外で死ぬなら OK、 どっちかに絞る。そう、フーリガンで死に続けるのは、はい、もったいない、もったいない。フーリガンだけは食らない。しかしハズキャミも二択になっていると思われるこの行動が厳しい。いやー、ここから取り戻せますよ。考えてファイヤー打てば、そう、いいファイヤー、このファイヤー、いいファイヤー、うん、あー、ここは勝負にいったか、欲張り。これでリーチ、結構ね、暴れのキャノン食らっちゃってるんで、あそこガードしないとキャノン以外打ってくれないんで。なるほどなるほど。キャノンを結構ガードしだすと突然二択のフーリガンとか歩き投げになるんで。そうなんですよね。そしたらようやくなんかスラストとかが入るんですね。あ、はい、だからそこまで、まあ、10本やるうちに早めに、まあ、修正を一周させたかったんですけど。さあ高めからのキャノンでどっちも通るような状況になってしまったのがまずい、うん、歩き投げに行ったが、おっと、ここでピュラする。さあ、まあここからね、違う教授を見せていただきたい。違う教授を一皮むけたね。こんなに、こんなにプレイヤーからのコメントが来た。難しい、頑張った。小物道はないかもしれない。うん、垂直にね、下パンチはやめた方がいいと思う。これはね、さっきからダメージゲーになっちゃってますからね。さあドリル逆襲、うん、目の前で使って逆に戸惑っている。あー、死なない、死なないですね。全然ありますよ。さあさっきはアローで死んだ、どうなる。いった、あー、ジャンプ2キック相手、これでリーチ。さあ、あー、頑張り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 、ね、頑張り。ちょっと遅かったけど間に合った。合唱キックも強い。埋めに行ったところでキャノンから画面端、いい切り返しだと思います。そうですね、バックジャンプして、バックジャンプさせてくれ。うん、ガード見てない、投げ返す。お互いスパコンがあるんでね。そうですね、削りにはいけないですよ。これはキャノンが入る。おお、教授粘った。いや、ちょっとねミスが出ましたけど、まあ本来ならコパンコパンスパコンで削りで終わりなんですけど。そうですね、スパコンまでもいらなかったんじゃないかな、今ドルドットだったし。はい、いや、いや結構ありましたよ、ドット。もっとあった、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 2、3ドットあったんで。さあ、さあ教授4、相手のミスで取ったところは、はい、なんとかしたいですね。確かに、うーん、これでもさっきあそこフーリガン食らったからなって言ってたら今度は両方食らう。でもフーリガンは絶対見てから押せるんで、ボタン絶対押せる、絶対押せます。押せないフーリガンはない、押せないフーリガンはない。押せないときは準備してないとき。フーリガン対策でやっぱりあの最速の2振り技でチョップが出ますからね。そう、ただ2振りで出る部分はフーリガンに当たらないんだけどね。当たったよ、だって上でしょ、ここが当たるんじゃないの、 横が当たる。あ、届かない。あ、これは大事にしたい、まだ生きてるから命がある。殺せるぞ。おー、生きてこそ、生きてこそ、生きてこそですよ。伊達に、はい、伊達にチューブから来てねえぞ、はい、さあ教授ここから根性値が、うん、おう端っこ、これでかい、あ、いいですね、下がれるぞ。下がってたけど押しちゃった。さあハクキャミーはそんなに動き変えてないんですけど、ちょっと焦りがあるのか、先ほどはちょっといやいやミスが目立つ。さあピオリーチからの、まあ、練習してた時もねコンボミス結構あったんで、ハックンの課題かなと思います。なるほど、はい、あれ、あれ困るな。うーん、うん、そうね、うん、ここ教授やりにいっておる。あーあー、避けろ、
おー安いよ。いやーどうする、あと一発遠すぎる。相打ちでいいよ相打ちでいいの、危ない。おードリル教授拾っていく。今不屈のゴミ拾い。今俺緊張したもん今俺が緊張した今。なんかなんと見ててなんとなんと見ててすごいドキドキした今。もつれてもつれてエンターテイメントあるな。5対9まで。いや今びっくりしたわ。もつれてきてる。よし落とせたね。さあもう15試合目。さあいい試合になってる。いい試合になってますよ。あのね、ジャンプ大キック先端は食らっていい、はい、あ、食らっていい。ジャンプ大キック先端では人は死なない。死なない、なるほど。ただフーリガンは人が死ぬ。なるほど、これです。わかりやすい、はい、非常にわかりやすい。おもちゃの剣なんで。うおっと、暴れインフェルノ強いですよ、あれは。なるほど、あ、確かにコパン固めだったらもうあれは強い。リターン最大狙いますからね。いったいったが、あ、これお断りされた。あっ、あれファイヤーだったら OK だよね。どうだろう、まだ大事ですよ。あ、焦ってはいけない、焦ってはいけない。今のはね、しょうがないところだと思います。コパン2回刻まれると、まあ、マジでダルシムなんか手が勝手にスラスト押すんで。あはい、3発目はとか。さあコパンしか食らってないのにね。中アローでね、相打ち。さあ、うん、暴れがいい感じにね。そうですね、噛み合ってきた。ようやくバックジャンプタイク。いてて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 、どう、今ちゃんと落としたの偉いですよ、はい、おー、よかった。噛み合い、サハックンかなり様子がおかしい。おお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 、あるのか。まあ今のラウンドは結構あの暴れがちょうど噛み合ったっていうのがあるんで、最速のダッチューキックとか偉いですね。そういうのは大事にしたいね。やべ、これ以上かけねえ。でもね、今までもやってたんだよそれ。全部キャノン食らってただけであ、ハックンの方が。そう、見られている。そうです。なるほどね、はい。さあ、やはり重ねてしまう、ね、そうそうね、ここなんすわ。まあ、さっきからリーチをかかってますけど、そうここからなんですね。ハックンの教授何かやってくれる。ハックンの精神力くるか。ハックンの精神力の話になるのか。なってますよ。さっさと終わらせたいんでしょうね。おー、あーっと、殺せるかな。キャノン投げ、あと一発。ハグ、今度は取りたい。だって必死。あー終わった。うわー、キャノン重ねて勝ったのはハグキャミー。ちょっとね、絶対6でフィニッシュです。ドキドキしましたけどね。さあ、それでは勝者にコメントをいただきたいと思います。じゃあ、ハク君、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、教授に向かっても一言。中部から来てくださりありがとうございました。まあ、ダルシム戦自分結構苦手だったんですけど、はい、今回教授さんと待ち組んでいただいたおかげでだいぶ練習になって良かったと思います。ありがとうございました。もういいの、それだけで。そんないいの。いや、もっと頑張るんで、あの大会で当たったときはまたボコしますんで、よろしくお願いしますありがとうございます。いや、教授は映さなくていいよ教授は映さなくていいよ。はい、それではトネペ、いつもながらご協力ありがとうございました、はい。まあ、お互いとやってたんでね、僕は。うん、はい、どっちも喋れるからね。そうですね、はい、ベストな解説だったと思います。ありがとうございました。次回7月は決まっていない。決まってないそうなので、やらないかもしれない。で、なんかやりたい人いたら、まあ、草さんでも2回転さんでもいいのかな、まあ、草さんがいいのかな、草くんの方がいいかな。草さんになんか声かけてください。で、なんか強い人とか、はい、なんか盛り上がる人でじゃないとダメなのかなって、なんか雰囲気になりかけてるんですけど、そんなことはなくて、そんなことないから、僕は誰でもいいと思ってるんで。でトネピやる。いや、僕やるんだったら、あの 2キャラか3キャラ使ってやりたいんだけど1キャラでやると、それはな、僕1キャラでやるよって言っても、僕絶対そのキャラやり込んで練習しないから、
ちょっと不誠実でしょっていう。8月が片方だけ決まってます、はい、なるほど。9月が、本日正式に決まったのかな、はい。で、聞いてるんですけども、まだ発表は草くんの発表を待とうと思いますので、はい、この小物道のツイッターをご確認ください。はい、はい、ありがとうございました。次回7月はやるかどうか今のところわからないということで、まあそうですね、はい、ということで、草くんなんかコメントある？今回はなし。 OK、 じゃあ、はい、まあ本日見てくださった方と、まあ、あと事前のね、はい、お互いの練習とかに付き合ってくださった方も多いと思うんで、そういう盛り上がりでやっていけたらいいんじゃないかと思います。僕は周りの手伝いしかしてないけど、はい、いやいや、それ助かるんだって、はい、なんかいろいろ書いてくれてる。そうだね、 X ゲーマーズいつもありがとう。はい、では配信は今日はここまでとさせていただきますので、ご視聴ありがとうございました。また次回またお願いします。それでは失礼します。